とうございます。まあ、今年もね、まあ、あと1ヶ月ぐらいで終わる2021年なんですけど、いやまあでもいろいろね、大変なこととか、まあ、いいこととかあったんですけどもね、いやでもまあだいぶ、ね、落ち着いてきましたね。考えてしまうんですよね、まあ、YouTube やっててね、まあ、このままでいいのかとか、まあ、まあそれでまあね寝れなかったりとかいろいろして、まあ、結果撮影に行ったりとかあるんですけど、いやでもその中でねやっぱり視聴者さんがコメントくれたりとかいいねくれたりとか、まあちょっとちゃちゃ入れてくれたりとかして、まあ刺激をね、いい刺激を受けたり、ね、勉強になったりねしたりしてるんですよね。でまあやり本当にねやっぱなんだろうな、視聴者さん交えてなんかそのやりたいこともねいっぱいあったというかあるんですよね、参加型というかね。まあ、それもね全くできず、まあ今に至るんですけども、まあ、今はありがとうしか言えないんですけども、逆にそのありがとうという気持ちを形に、ものにイベントものにしようかなという、ことが ことが起きてしまう。まあ、何を言ってんだというと、まあ、この動画はね今上げてるのは別に、ネガティブな内容ではなくかなりポジティブな、感じなんですよね。で、まあ、発表しますと、まあ、発表なんだそれはと思うかもしれないですけど、解禁になったので、今日ご紹介いたします。来たる、12月4日ですね、土曜日、お昼の、まあ、12時ぐらい、まあ、1時かなぐらいから、まあ、イコットニコットさんでそのなんか記念イベントみたいなのをするらしいんですよね。まあ、これがね12月の4日と、5日かな、2つあるんですよね、土曜日と日曜日ね。で土曜日がそのYouTuber さんのそのなんかトークショーで、日曜日はそのお笑い芸人のライブとか、なんかアイドルみたいなのが集まってするようなイベントで、で僕がこのお笑いじゃない、お笑いじゃなくてYouTuber ライブの4日、12月4日に、出ます。まあね他にも2名ぐらいねいるんですけど、まあね今載せてますけど、まあね三等兵さんとチャンケさん、まあ、これはねこの岡山県内というか、まあ、あたりで活躍されてる、まあ、有名 YouTuber さんということで、まあ、その中で僕が、出るということで、でまあこれ全ほとんどもう本当にクリエイターさんというか、そのなんだろうな、 YouTube を回してる人というか、まあそのトークイベントっていうのもやっぱそのどういう感じで編集してるとか、まあそのどうやったらどういうことで取材を受けたとか、なんかバズるきっかけになったとか、結構制作に関してのトーク内容もあるんで、まあ、僕の場合ソロでまあ話するみたいな感じになってるんですけど、まあねこの司会の方がまあなんかそのそれこそ岡山を代表する福井環奈ちゃんっていうねアイドル女性の方が MC 司会をしてくれるんですけど、まあこちらもねまあスピチューブも出てくれたりとか、そのスピチューブのメンバーの環奈ちゃんの同級生で同じ学校だった、同じクラスメートだったのかなっていうのもあって、まあ結構やりやすい環境かなと思うし、まあねなんかその RSK つながりというかね、カンナちゃんもラジオ出たりねテレビ出たり
してて、なんか結構ね共通点があるから、なんか面白い感じでトークやり取りできるんかなっていう、ちょっとすごい楽しみでもあります。でね、これ本当にあの観覧無料なんで、ただしなんかそのなんだろうな、なんかあの券を配るみたいな感じ言われてて、もしかしたらその着席シートみたいなのがあって、まあ、それこそやる場所がイコットニコットの、商店街の方かな、ちょっと開けたところでロビーっていうか、あの入り口のあたりに、結構大きいところがあるんで、またそこでそういうライブをするのかなと思ってて、なので、まあ、通行人とか普通に見えるのかな。で、まあ、その無料券を配布ね、するらしいんで、ちょっと興味ある方はぜひ行ってください、来てください。あの2つに分かれてやるらしくて、昼の部と夕方の部みたいな、まあ、例えば1時ぐらいにやって夕方、まあ、16時からとか、まあ、なんかそういう感じで、まあ、詳しくはねその問い合わせ先というか、まあ、載せますんで、この概要欄にそこで聞いてみてください。でもね、すごい心配なのが、まあ、その司会とかね、知り合いで、神田ちゃんでね、すごい心強いんですけど、視聴者さんが、スピチューブの視聴者さんいなかったら、どうしようかなってすっごい思ってて、だからもう全然知らないね、YouTuber がっていうか、人が喋ってるぜ、おいみたいな感じで、来てなんかつまんねえなーみたいな感じになったら、ちょっとね、めちゃめちゃなんか、あれなんで、ぜひね皆さん来てスピーチブ見てますよとか、そういうなんかアイコンタクトみたいな、まあカンペみたいなのもねでもいいですし、なんかしていただけたらなと、ちょっとなんだろうな、ちょっと甘えが出てるんですけど、あのぜひ来てください。はい、いうことで12月の4日ですね。もちろんね、次の日の5日もお笑い芸人さんが出てて、まあそれこそ某テレビ局の夕方の、お昼の夕方か、夕方のその番組でも出てるお笑い芸人さんとかいますんで、まあ、合わせてね来てもらいたいなっていう感じで、まずは4日に来て4日を楽しんで、じゃあ5日も行こうかっていう流れにねなってもらいたいんで、まあ、もちろん多分だいぶ混雑する、大変混雑すると思うんで、なんかまあそれこそね電車に乗って来てもらいたいなって思います。電車バスね。はい、ということでね、またもうあと本当に1ヶ月切ってますけど、切ってないな、まあ、まだあれですけど、残りの1ヶ月ねぼちぼち頑張って楽しみましょう。というわけでね、いつもありがとうございます。それではもう本当にね、またありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。